やさほらえーの節回しで知られる三重の民謡尾鷲節の日本一を競うコンクールが三重県尾鷲市で開かれています。尾鷲節はやさほらえーの節回しで知られる民謡で、地元の尾鷲市ではこの伝統芸能を守ろうと30年以上前から毎年尾鷲節の日本一を決めるコンクールを開いています。三重県以外からの参加者も多く、今日は全国からやってきたおよそ150人が小学生と一般の2つの部門に分かれて競っています。出場者は尾鷲節日本一の栄冠を目指し自慢の喉を披露しました。午後からは決勝戦が行われ、今年の尾鷲節日本一が決定します。